はい、皆さんこんにちは。今回は白崎海洋公園キャンプ場の設備を紹介します。まずは炊事塔です。はい、ここが炊事塔です。強風で砂が入るんで扉で開け閉めできるようになっています。中はとてもいい洗い場です。お湯も使えるし数も多いので安心でした。で、換気扇はスイッチがこれで、これで夜は電気をオンオフができます。電気消しとかないと虫が入ってきますのでね。これが開かない開かずの扉です。これ電気つけて、あ、つくわ。あの電気がここの電気だったみたいです、うん、これ砂がすごいんで砂がいいです。水は出るんですけどね。ランドリー多分これは使えないんじゃないかな。まあランドリーね、言うても賞味使うことないんですけど、この辺の壊れた冷蔵庫とか使えない洗濯機です。ログハウスが4棟とキャンプサイドが9つあります。この5番と9番はデイキャンプ用なんで宿泊の人は使えません。キャンプ場は2番と4番が特別大きくて、あとはみんな一緒だそうです。で、私たちは3番に泊まりました。あ、ゴミ捨て場どこやろ。ゴミ捨て場まだ確認してなかったですね。あ、これか。ゴミ捨て場ここですね。ちゃんと燃えるゴミと分別して捨てるようになっています。で、こっちに炭を捨てる場所ですね。はい、炭を捨てる場所になっています。こっち側がなんか昔は通れることもあったらしいんですけど、今はもう閉鎖されていますね。現在クローズ中、通り抜け不可となっています。こっちからも展望台に昔は行けたんでしょうね。ああ、こっちからだったら展望台近いですね。中は島が一周できるようになっているんで。なるほど。もう相当風が強いですね。えげつないですね。強風で有名なキャンプ場だったんですけど、一周できるのかなこれね。非常にとてもハードなキャンプ場になります。ここはもう景色が絶景なんで、こっちのログハウスに泊まって、ここはトイレで、こっちがパークセンターですね。普通に綺麗なトイレですけど、夜は船虫さんがうろついています。ちょっと行ってみましょう。うん、誰もいないな。よし、ね、和式洋式トイレがあって、どちらでも楽しめるようになっています。で、こっちがパークセンターの駐車場です。車中泊されている方もいました。こちらがパークセンターです。開いてるのは9時から夕方5時までとなっております。こちらのパークセンターでチェックインをして、キャンプサイトの料金を支払います。現在西サイトは閉鎖されていて、東サイトとログハウスのみの営業になっています。パークセンターでは薪も売っています。薪は1束500円です。しかし風が強いのであまり焚き火はできません。お土産、地域のみかんやにんにく、野菜などが販売されています。そしてパークセンターには現地の食材を使った食堂もあります。そしてコインシャワーもあります。コインシャワーが僕も昨日分からなくて、パークセンターの人に聞いて教えてもらったんですけど、こっちのねちょっと隠してあるらしいです。初めこれかなと思ったんですけど、扉が開かなくて、でこっちでもないし、向こうはパークセンターの裏口開けてしまったんですけど、ここですね。このちょっと2段ぐらいある階段を上がります。でここにも無料で使える水のシャワーがあります。もう気合が入ってる人はここでお風呂入ることができます。まあダメでしょうけど。でこれですね、5つコインシャワーがあります。こうやって開けて入る感じですね。おー、快適ですね。いいですね。1回200円で3分お湯が出るそうです。もうここは砂まみれになりますんでね、ちょっとこれシャワー浴びたら気持ちよさそうですね。専用コインシャワー。よいしょ。こっちはもう一般の人にバレないようになっています。こっちの奥を車で入っていくと展望台があります。非常に美しいエーゲ海のような絶景が楽しめます。ということで、キャンプ場でテント泊をする際は強風キャンプで焚き火ができない、夜は寝れないことを覚悟して来た方がいいです。そしてフグハウスで泊まることをお勧めします。ご視聴ありがとうございました。とにかく風がすごいです。